ったな。パック開けちゃおう、フレシーバラ。いいんじゃない？青、白、白、クソタレ。チャンピオン取ったからいいだろ。さあ、やっぱヘブロック強え。ああ、やっぱり？やっぱヘブロ強え。大好きだぜ、ヘブロ。I love you。今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。 I love you。 二人だけの恋じゃないなら。あ、 SNS 流行語大賞にスカポンタヌキ入ってる。え、マジでスカポンタヌキ、うん、入ってたよ。リンゴージャーちゃんと社会に影響を与えてるのすごいな。ちゃんと面白いからね。ただここから先の子供たちがスカポンタヌキって悪口を言ってくると思うとちょっと。そう考えるとなんかあのスカポンタヌキってなんかそんななんかあのそれこそなんかさちょっとコメディ風味があるからあれだよね。あ、キテルザ100の豚ゴリラよりはマシだと思いますよ。うーん、良くないね。豚ゴリラは良くないね。豚ゴリラは良くないと思うな。君はまるで捨て猫みたい。私は酒のような女が好きなんだ。今夜は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声でや。あの日本酒女好き宣言いいから。アンパク宣言みたいなのやめて。お前日本酒好きなんかよ、それでしょ。いや、飲んだことないっす。飲みたいけどね、高そうじゃん。よいしょい。まあ、日本酒はね、安かねえよ。そりゃ、安かねえ。まあ、だから、酒は安かねえよ、てか、正直。実家帰った時に親の金で食うのが一番かなと思って。あ、終わろうか。実際、他人の金。ヘムロッキュン勝った。早いですね。実際、他人の金で飲んだり食ったりする酒は最高。ご飯に限らないしね、正直。うん。マジで。てか人の金で何かしてもらうっていうのは最高だって俺はこのコントローラーを手にして知った。マジかよ、マジで感謝したな。あれだしね、ちょっと汚い話になるけど、うん、YouTube の収益1万超えたしね。まあマジでありがたいよ本当に。いや、叙々苑も近いな。せっかく稼いだ1万俺に払えと。でも半分くらい動画俺出てるし。一生懸命反論を探そうとしている声。見つかってねえじゃねえか。そういえばさ、今日の TRPG なんだけどさ、そういえば今日の TRPG なんだけどさ、すげえ楽しみなんだよね。今日は俺たちが勝つだ。あ、そうだよ。メンツは極次さんと中さん。うん。あと TRPG といえばさ、今書いてるシナリオさ、うん、何人かずっと待ってんだよね。何人用か大事だぞ。個人的には3人が思考。いや、そうなんだよ。一旦3人も想定してんだけど、久しぶりにシナリオ書いてるし、うん、テーマがテーマだけにさ、結構ロールプレイしてほしいなと思ったからさ。だったら、一区ハンドアウトつけたり、あるいは、ちゃんと分かれたハンドアウトつけるとか大事だと思う。一区なぁ。例えば、その、まあ、一区じゃなくてもいいと思う。ただね、個別ハンドアウトはつけるべきだと思うな、ロールプレイしてほしいんだったら。そうね。例えば、なんだろうな、戦争もどんな戦争ものか分かんないからもちろんあれだけどさ、例えばだけど、うん、司令官が一人、うん、先輩のプロのなんかなんかロボ系だったら機体操ったり、あるいは銃でいっぱいバンバが敵殺したことがあるぜみたいなやつが一人。あのね、その舞台は現代日本で、やる前に言うとか言うんだけど、結構現実の世界情勢とかを盛り込んでる感じ。なるほどね。だったら、まあ、
とりあえずね、新米兵士とね、ベテラン兵士は絶対入れとくべきだと思う。その、なんて言うんだろうな、ネタバレじゃないんで言うと、テーマは戦争なんだけど、うん、プレイヤー別に何でもいいんですよ。あ、なるほどね。クラシックでことってんだ。そう。じゃあ、最初は、うん、じゃあ、シナリオでやっぱその、ロールプレイを求めるようなシーンをいっぱい入れとけばいいんじゃない？そうね。そのつもりで今組んでるから、振らせるところは結構振らせるんだけど、特に他はもう、プレイヤーの自由って感じにしよう。うん、俺がよくやるのあれだね。あの、キャラクターの説明のとこはシナリオ書くときに箇条書きにしてる。なんか、キャラクターがなんか説明喋るときは、あの、この下に羅列してあるやつをロールプレイを交えて喋ることって書いてて、そしたらなんかいい感じに会話したりしながら、最初はね、ヒカリエみたいに共通ハンドアウトも作ろうかと思ったんだけど、いるってよー、クラフトしてるってよー、クラフトしてるぞあいつら。紫、あれだな、見えた見えた。なんか打ち込んでんな。ケイドのナクルクラスターでしょ。ああ、そういうのか。二人だな。行くか？中にデスボール。あ、復活させようとした系か、これもしかして。70。なんか割った。レース70。レース奥逃げた。逃げたね。逃げたの。あー、やり合った後にって感じかな。そうね。アーマー欲しい。つっても弱いアーマーしかないよ。あ、ここになんかデスボ紫あるわ。でも全然強いのないな。こっちに拡張エネルギーマガジンがある。青あったわ。持ってる。回復中。こんな傷大したことね。あ、自分にしよう。エリア縮まってきてんな。中距離用だ。こっちの窓。おい、敵を発見した。おう。マジ？巻いてから行くわ。でも遠いってよ。あ、じゃあまあまあ落ち着いてたらいいか。なんで蘇生終えてるわ。オッケー。ナイスタイミング。はい、それは私のもの。あっちにザコがいたぞ。いるねー。あいつらアーマー紫やったんだよなー。紫70。ナイス。レベル2だ。ショットガンの天才？いや、あのスナイパーです。あ、スナイパーごめん。この距離でショットガンで70終わってんな。ピースキーパーでギリだと思う。近づく？いや、どうだろう。エリア方面真逆だよね。あ、来てるな。攻めてきてるな、あれ。攻めてきてる。ほんと。ごめん、白バレた。70。まあ、キューズが死んだ。ね、これ飛んだ方がよくね、これもう。はい、ごめんね。さすがに2対3でそのアーマーさ、無理があるんだわさ。痛い。うふう。危ね。エリア方面ガン逃げしね。ガン逃げしてる。うおー、めっちゃ追ってきてるー。絶対奥端俺やろこれ。よかった、ウルト吐いたろ。うおー、でもなんかウルト吐くのもったいないって、俺のあのエリクサー証拠軍がそう支えてるんだー。吐けよ。
もうすぐだ、リングに近い。よいしょ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 、回復が欲しい。よいしょ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 、弱い。ゾゾリ、先になんかいいとこ見つけといてくれー。なんかいい感じのとこ見つけといてー、お願い。ヨロピーよ。みんな丸く竹本ピアノ電話してちょうだい。いるかも。お前が真珠の目覚めし。いますね。出てきましたね。標的を確認。撃つ？それお前前にいるぞお前。あーって待った、うわ後ろからも来てた、ぶわーベッパめー、戦わせよう。あれベッパめー、チャッカめー、言うたらバイか、ブッピガー。俺のことはもういい、俺のことは気にしなくていいんだから、お前は早く逃げろ。他に逃げられる未来は見えないんだよね。お、グッドチャージ。いや、ちょっとやめとこうかな。ほらな、あらららららら、ペッパさんのお出ましだね。それ逃げろい。あ、無理かも。もうやばいね。大脱走、サル脱走からの大脱走。無理だな、どうしよっかな。頑張って負けないで。ついてか、もうこんな時間かよ。5時40分早いな、あっという間だね。あっという間なんだね。あれか、ナイス。惜しい？惜しい？あー、惜しい？惜しい？何した方が良かったかな。はぁ、残り2部隊じゃん、ふざけんな。このままだぞお前。漁夫取り狙えるか？漁夫取り頑張れるか？漁夫取りってレベルじゃない。じゃあ、漁夫のりじゃないか。これ舐めんなよ。リバイアサンフのりって感じで。肉88。ナイス。あ、違う、あれ。違う、あれはあれだ。ああ。グラマだ。わしゅいだろ？弾持ってねえか。あ、やってる。めっちゃいってんな。これ、行けば？やった。ナイス。これ、チャンスじゃね？残り1。あ、回復した1人、あ、まあ、左の方。あ、これか。いや無理だって。ごめん、俺がいらんこと言ったかも。お、きつ。いやー、まあ、惜しい。ごめん、俺いらんこと言ったわ。ごめん。いや大丈夫だよ、あんま抜きたかった。いやー、どうまーい。いやこれあんまくらいよかったな。どうまー、俺すぐ死んだわ。ネメシス99とかいう現状最強武器じゃねえかこいつら。ネメシス強いんだっけ今。あ
あ、全然まだ強いっす。全然まだ強いんだ。弱体化食らったけど。弱体化食らったけど別にっていう。なるほどなー。よいしょい。